に負けた日、試験に落ちた日、痛いともくらい挫折を味わっただろう。あの子に振られた日、夢を諦めた日、痛いどのくらい涙を流したんだろう。特別な男なんかじゃないってことを、その度突きつけられてきたけれど、僕しかできないこと、僕しか持ってないもの、いつかきっと見つかると信じてる。どんなに負け続けても明日さえ見えたな。